こんにちは、バーセル画家の辻啓太です。今回は過去最高のグラデーションを描くということで、オイルパステルを使ってグラデーションを作る上でとても大切なポイントについて解説していきます。そのポイントは3つあります。1つ目は柔らかいパステルを使う、2つ目は凹凸のある紙を使う、3つ目はしっかり厚塗りをするです。特に1番目は重要で、この動画ではネオパステルというオイルパステルを主に使います。グラデーションを作るにはネオパステルが最適だと思います。あとホルベインも少し使います。2番目の紙も大切で、凹凸のあるしっかりしたものを使うことで美しいグラデーションが描けます。3番目の厚塗りですが、少しずつ色を足しては伸ばすということを繰り返していくことは大切です。では実際に描いていきましょう。紙はマーメイド紙を使います。凹凸のあるしっかりした紙です。紙の周りにはマスキングテープを貼ってあります。早送りになります。指でパステルを伸ばしながら色を混ぜていきます。伸びにくかったら色を足しましょう。今回はネオパステルとホルベインを使いますが、麦のソフトオイルパステルもグラデーションを作りやすいです。使用画材は概要欄に記載してあります。ご参照ください。このように色を足しては指で伸ばしてグラデーションを作ります。しっかり厚塗りをするとパステルは気持ちよく伸びていきます。ホルベインのオパールグリーンです。ネオパステルほどではないですが、ホルベインも伸びが良いです。空のグラデーションにおいては暖色から寒色への移り変わりが重要です。つまり黄色から青への移り変わりの時ですが、オパールグリーンのように明るい緑を入れるとうまくいきます。ここではオパールグリーンにペールイエローを加えてさらに明るくしてます。ホルベインのライトブルーです。ネオパステルにもライトブルーがあるのでお間違いのないように。手が汚れるのが嫌な方は伸ばすときにキッチンペーパーを使う方法もあります。何度もペールイエローを加えて色を調整しています。代わりにホワイトを使ってもいいですよ。画面には映ってないですが、こまめにティッシュで指を拭いています。
指で円を描くようにするとしっかりとパステルを紙に刷り込めます。深みのある青になってきました。空は完成です。最後に山を描きます。輪郭をシャープにするのに綿棒を使います。完成しました。マスキングテープを剥がします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。Instagram、Twitter にも作品を投稿しています。概要欄からどうぞ。